これが私の騎士道よ。お助けします。休んだろ？それじゃあ、おやすみなさい、あなた。
よう。ゆうべはあなたと一緒で楽しかったわ。
今日は晴れてよかったね。成人の儀式が終わって、あなたが旅立ってからいろんなことがあったね。でもこうしてあなたと一緒になれて、私嬉しいわ。そうそう、結婚式でもいろいろあったよね。村のみんながいっぱいお祝いしてくれて、ペルラおば様はずっと泣いていて、ルキったらはしゃいで式場を走り回るし、おじいちゃんはずっと興奮してたから転んで料理をこぼしたりして。ケーキ入刀の時はお互いすごく緊張してたよね。あの時はずっと手が震えてたわ。ねえ、あの時の結婚式を再現してみない？普段無口なあなたからあんな情熱的な言葉を聞けるなんて、私思いもしなかったわ。だからね、もう一度聞かせてほしいの、あの時の言葉を。なんだか恥ずかしいな。それじゃあ私が神父様の役もやるわね。うん。あなたはエマを妻として、いかなる時も慈しみ、一生愛することを誓いますか？ありがとう。本当にあなたらしい情熱的な返事だわ。私もあなたを愛することを誓います。あなたはこれからも私じゃ想像もできないような冒険の旅を続けるんだよね。でもいつか世界に平和を取り戻したら、その時はまた私のところに戻ってきてね。私いつまでも待ってるから。
ありがとね。今日はもう休んだら？だったら行ってらっしゃい。私の大好きな